12月の終わりにダイヤモンド富士を見た後、ご飯作りをしました。何かしらいろいろ作りたいと思います。あとご飯、これはご飯、ハピピン。キノコとコンソメを一緒に炊いてみたいと思います。ワクワク、どんな味がするのでしょうか。まあコンソメ味でしょうけど、ハピピーン。キノコ with ポテトチップス、それを炊いてみたいと思います。ワクワク。でね、こっちで謎のご飯を作っております。そして今こっちでウインナーを大量に焼いております。いいなー、ハピピーン。ちょっと暗い中スリルを求めて、ラーメン今作ってますね。味噌味っていうところが味噌です。たくさん食べたいと思います。味噌ラーメン、今餅を焼いています。そしてシンプルに焼いたウインナー、これは最高です。そして謎のご飯、謎の謎ポテトチップとキノコが入ってます。ちょっと様子見てみたいと思います。ご飯が全然炊けてなかったので再加熱です。お米に水を吸わせるのを忘れました。カビボーン、これもまた楽しいです。あ、はい、ほうほう、はい、はいはいはい、というわけで、はい、ダイヤモンド富士を見た後、うん、料理をして、うん、ライトを駆使しながら、うん、楽しんでおります。楽しんでおります。いただきマウンテン、マウンテン。うんうん、美味しい、うん、美味しさチョモランマキュー、チョモランマキュー、美味しい、楽しい、ハピピーン。早く作るためお汁粉の缶を入れて、あったかいお餅を入れて、お湯を入れました。ちょっと薄まるけど、でもあったかく食べれるのでハピピーン。美味しい。餅を食べてモチベーションアップ、ハピピーン。おもちろい、餅だけに。そしてお汁粉も食べて、最後にこうね、ついにご飯、最後にご飯を食べます、ハピピーン。ちょっと待って、あ、面白い、オッケー。というわけでご飯食べてみたいと思います。
けてる、ちゃんと炊けてるし、うん、あのポテトチップの部分がホクホクして、うんうん、本物のジャガイモみたいです。本物のジャガイモだけど美味しいですね。あのもっとたくさんのポテトチップスを入れてもいいでしょうし、うん、なんかとりあえず美味しいです。夜になるとこんなに素敵な夜景が見れました。綺麗綺麗、キラキラです。下山の際はライトを持って気をつけておりましょう。夜景が綺麗やけー、ハピピーご視聴ありがとうございました。またご覧ください。 SNS もやっております。ぜひ見てください。ハピピー。